なかったじゃん。じゃはい。どういうことだ。はい、富山くんです。急に早っ爽快まで。こちら富山くんです。富山くん、はい、なんですけど、ちょっとまあとりあえずまあ食べていただいてですけど、うん、もう完璧に富山くんっていうところまで行ったんですけど、うん、あ、もうあ、そっかそっか、自分には分かってるのか、はい、うん、なんだけど、あの最後の具材入れてだいぶ味変わりました。すごいショックですよ。で、もうこれが1個前の時のスープなんで、あ、なるほど、食べた後にもともとこれだったよっていう。あー、なるほどね。舐めてください。なんで味変わったんだろうね。いや、多分具材で具材入れちゃったんだと思うんですよね。あ、そうか。だって別に、うん、え、あれ唐辛子とか入れた後に、そう、だからあの一回さ、だし全部バーッとってさ、うん、あれだけにしたじゃん、うんうんうん、スープだけにした、うん、の味がこれで、その中に具材戻したら鶏肉とエビとかぶち込んでって、よし完成と思って最後舐めたら全然違うじゃん。マチが来る前に、だしに取るだけの野菜とかがあったのよ。このスープはブイヤベースじゃん。だからすごい、アサリだっけ、アサリ、すごい、魚醤を、え、ナンプラーね、ナンプラー、あと、玉ねぎ、トマト、レモンとかを入れて一回このスープを作ったの。すごい。で、別で、うん、そう、これで煮込んだやつ。あー、なるほどね。まあちょっと、うん、それぞれそれぞれ一応取り分けてよ、せっかくだったら。じゃあ、お米をまず4等分にしようかね。確かに、お米の方じゃ担当してもらって。普通にお皿は、まあ、俺別にこれでいいよ。あ、あ、ほんと？ほんと？いいの？これなんか、いいの？まあ、なんか、なんか、受け取ってるけど大丈夫。おめでとう。おめでとう。おめでとう。すいません、逆に中に。待てよ。まず米取り分けてからさ。待てよ。そんな待てねえじゃん。充血したんで。飛行く。ちょっとさ、まあ、これあんま切った意味なかったけど、スプーンで詰まっちゃうね。7000何組中？7200組中。え、もう今7200も出てんの？27組。で、0. 何パーとかなんでしょ？ 0.3% ぐらいかな。マジ？確率で言うと。うん、そう、そこにだってさ、俺と今度の同期さ、2組で。それすごい、俺ね、すごいと思う。俺それすごいことだと思う、本当に。23期割と、今インテークも含めてね、すごいいい感じなんだよ、ね。インテークだって、順々まで行ってたもんね。一瞬収まる。面白かったよ、ね。僕はね、これ見たけど。いや、お前米食えねえし。これさ、3つ用意したってさ、それ お米用だったんじゃないの？先生のさ、薄くね、スープの。この、もうこいつのせいですね、すべて。そろそろ、そろそろあれだな。取り分けてよ、これ。なんか、うまい方。お前だけすごい美味しそうに食べるじゃん。俺、これ鶏3つももらってるけど大丈夫ですか？俺もね、3つだよ。具だけもらって、トムヤム君かどうかの判別できないんですよ。スープなんだよな。トムヤム君ってスープなんだよ。フォー、これ、フォーが。ガツガツ。もう液体になったよね、フォー。はい、フォーできました。一旦いい。はい、一旦。まあ、一旦、まあ、このまま食べようか。スープはないの？スープ別で。ん？これ以外ないの？後ろから口じゃないもんね。つけてない。つけてない。俺、あ、大丈夫。あ、じゃあお箸で食べる。お箸で食べる。じゃあ先行った。うん、まあ、じゃあいただきますよ。もう一旦ね。あ、じゃあ俺がこうすればいいんだ。な、お前なんだ？下、これでみんなスープ飲めるじゃん。と思って。回しのみんなで結局する意味ないし。まあ、そうか。いや。はい、食べよう。いただきます。いただきます。エビかな。エビじゃねえだろうね。うん、うん、これエビなかったな。あ、美味しい。エビ美味しい。うまい。うん。ちょっと具だけじゃ分かんないもん。味はついてるけど、うん、味はついてるけど、ちょっとまだスープみたい、うん、あ、じゃあどうしようか。もう先に、もうこんな確かに先順だから。これどうしたらいいんだろう。おのおののこれで、あ、でも確かに確かに俺もこれで、そうか、つけてないですよね。これちょっとついてた。ちょっとついたやつ、ペッてついてたけど、まあじゃあケムさん最後にするか。そうだな、確かに。この入れて一口食べて、もうそっから一切飲まなかったら、だって大丈夫だ。そうか、そう、そうだよ。まあ、うん、あと全部これ、あと全部。じゃあちょっと、うん、慎重に。でも俺がね、うん、あのリクエストしたから。あ、そうか、確かにね。まずここから取ってもこれ一緒なんですけどね。じゃあいきます、はい。ここはでも匂い、匂いは、うん、結構トムヤムくんかも。へ、なるほどね。味だ、肝心の
テッセイだってこれリクエストしたのももともと食ったんだって。そう、最近あ、美味しい本格的なやつを、うん、石に作らせてみたら、はいはいはい、本能でね、うん、なるほどね、どうなんだろうと思って、やっぱそのあの酸っぱさというかね、うんうん、独特な、なかなか日本の家で出すの難しいよ。おぉマジ、じゃあこっち行ってもらっていいですか。え、まあ、まずこのまま、まあ、そっか、今度は飲んだらいい。こうか、あの人忘れちゃったな。おぉ、うん、うん、おぉマジ、おぉ、うん、最後に聞きたい。そっかそっか、うん、おぉ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 、これはトムヤムくんですか。これトムヤムくん。おお、すごいすごい。トムヤムくんの中にいる。いる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 。全然そのなんかこういうタイプのトムヤムくんなんだなって思う。そうそうそう、でもさ、ちょっと正直臭くないですか。臭いっていうかちょっと強い。じゃ酸っぱいかな。あ、でも全然なんかこのぐらいの酸味ある時あるよね、うん、全然。なんなら俺前食ったやつよりも。ちょっと食べやすい、マイルドな感じがするかも。美味しい、でもすごい美味しい。フォー行くか。それはさ、なんか各々の皿にバッて分けちゃったら、うん、そうしよう。いただきます。いただきます。これフォー、これフォーです。まあ普通に今茹でただけですけど、うまっ。単純にあれですね、もっとスープが欲しいですね。うんうんうん。でもコーンフランスープの量でも美味しいぐらい、うん、うまい。いる人もいるじゃん。もらっていい、うん、美味しい。え、あのさ、マッシュルームはどういう判断。え、なんかマッシュルーム入ってる気がしたんですよ。そう、入ってる。だから、もう入ってるね。あ、そう、入ってるとこもあるんじゃない。全然見た目でしょ、もう、うん、そうそうそう、見た目のイメージはあるもん、ね、具材はもう見た目のイメージと、鶏肉は単純に食べたかったから入れたって感じですけど、その前段階がもう全く分かんなかったから、そのスープの味がすごいな、お前。あの、カズキのねお酢かレモンか、 あそこでお酢って言ったら多分終わってた。うんうんうん、そうな、うん、元のスープに、あの元となったあいつに、うんうん、スプーン一杯にお酢とレモンをそれぞれ入れて、馴染まなかった方は違うんじゃないか。酸っぱさを出したいから、そうそうそう、お酢かレモンからって言って、うんうん、したらもう酢が全く違う。本当。うまいよ、でも本当に。いや、美味しい。美味しいよ。これどんぐらいかかったら作るの？1時間ぐらい。1時間？はい。あ、1時間って考えたら短い気もしたけど。うん。トムヤムを家で作ると思った。多分コロコでもう一回やれてたら30分でできるよ、ね、うん、そうだね、てかもうスラスラ今回はさ、もう、まかならずやってるからね。うまい、おいしかった。うん、天才。ちょっと次、なんか違う料理も行きたいな。すごいな、3時3時タイプじゃない。3時タイプだと思う。タイプで行ったら、うん、感覚ですね。人に美味しいもの作りますって感じ。すごいすごい。これいけんだ。すごいな、マジで。トムヤムくんいけるとは思わなかったな、自分でも。すごいよ。うん。だって、最初できるわけないって言ってたもんね。俺、無理だと思った。うん。俺も思ってた。タイム買ってるじゃん、と思った。え、ちなみにさ、カズキさ、正解知ってたじゃん。知ってる。トムヤムくんの、に全体入ってるみたいな。うわ、なんていうものだった。レモングラスっていう。なんか聞いたことはあるけど。え、あ、じゃあレモン。いやでもね、そんなレモンっていう、まあ、レモンっぽい香りの香草ね。ああ、じゃあレモンとはま違うんだけど、まあレモンがだから近づけてくれた。そうそう、近づけたと思う、多分。でもレモンは入ってる。レモン汁みたいなのが、うん、ああ、入ってんだ。入ってる入ってる、だからお前はタイム入れた。レモングラスじゃなくて。あ、タイムだけど。タイムの香りで出てた、これ。あんま、いや、もう乗せてるだけ。乗せてるだけだから多分あんまり出てないと思う。この前に多分入れてんのは、そのバジルとかね。あ、バジルとかか。あれとか、あれとかは別に、なんだっけ、これです、このなんだカルダモン入れてんの、七味入れてんの、はい、七味、辛い方がいいな、七味入れてんの、もうちょっと辛いから、
オールスパイスで言ったんだ、はい、オールスパイスは本当なんかスパイスは入ってるだろうでもオールで言っちゃったオールって言ってるから、うん、こいつに言っとけばいいだろう間違いないという、はい、確かにパクチーとかあパクチーとかそうそうそうパクチーは完全にもうね確かに、うん、好みだけどあるもんなあとココナッツミルクみたいなのも入ってるやつもあるみたいなねテッセが言ってた鳥さん？あ、全然。あ、ゆうかぶね。あ、いいぞ。こんなの作ったの。うまかったね。美味しかった。うん。なんか満たされた、ちゃんと。俺も感動した。感動した感じが全然しない。すごい感動したならいいよ。めっちゃ感動しました。うん、ありがとう。いや、こちらこそ。美味しい。次何作ろうね。次なんかみんなリクエストしてみたら。確かに、ね、リクエスト制にした方がいいかもな。これやったらみたいな。だから確かにあんまり石が馴染めないやつの方が、ね、そうなんだよ一瞬でこのパーフェクトコピーしてさ着せみたいに着せみたいにパーフェクトコピーしたらいいもんね、うん、だけどまあ僕はあいつのゾーン入っちゃえば別に奇跡の世代の料理でもコピーできるそうだなキッチンに立ったら最後の味わかりますそれお前ジャバオックジャバオックのナッシュゴールジュニアだよ、ね、足入れた瞬間になっちゃうなんだろうな確かに。あ、逆になんか失敗しても美味しくなりそうみたいな。ああ。餃子とか。あ、餃子確かに。うわあ、そういう系ね。どう転んでもなんか創作料理みたいになるんじゃないか。確かに。なるほどなるほど。餃子とかとか。ない。餃子いいんじゃない。餃子でもそのあの味とは別でさ。うん器用っていう能力必要あいいそれもやっぱいい俺多分それ絶望的にないから餃子もさぐっちゃぐちゃになると思う、うん、あの餃子の皮からうわ皮から行くんすか、うん、何時間で動画撮るんですか、ね、俺らお腹壊しちゃうかもしれないでも餃子の皮から作ってほしい、うん、だからやばいとこは僕が止めるっていうルールでやってるから、ねうん、だからもうそれは多分あれだね全部は載せれないかもねもうだって何時間かかるか分かんないまあさすがに、うんそのやってみた好きな人だけ見てくださいにはなるかもしれない。ここまでどうなんだろうどうなんだろう俺も皮から作ったことない。皮から、うん、皮からちょっと作ってみよう。やってみようか。じゃあ餃子。ずっとラーメン行こうと言ってるよね。そう、ラーメン。あの、二郎を。うわぁ家で作る。家でやってみたいなっていうのは。二郎麺から麺は無理か。あ、でも麺からでも。いけるまあ本能なんで。本能の麺って何めっちゃ食う。まず一回みんなで二郎行こう。一回覚えなきゃいけない。覚えなきゃいけない。確かに。俺食ったことないんだよ、二郎。俺もないわ。えなそんなんだ。一回もない。食ってみたい。だから連れてってほしい。怒られるでしょそう、嫌だよ、俺怒られながら面接。一回怒られてから入る。全員うん、え、そうなん、うん、みんなムスッとしてる。客も。怒られた高校生みたいな顔してる。食らってないんだよ怒られてるよ別に俺は食らってないですよ、はい、顔真っ赤になりながらあそう顔真っ赤になりながらあって顔にしてもう来ないみたいな顔してまた来るまた来るだから前回のことを忘れましたから、ね、忘れてないのに顔してるはぁまた怒られるそれが自分それが自分やだよ職員室美味しくないだからその味だけ再現したらいい環境で自分来るそうだな、まあ、確かに確かに、うん、そうだ一番いい自分一番いい自分あれしようかじゃあメグジー持ち帰りしようか。ああ、その持ち帰りできんの。石のパーフェクトコピーのこと。そうそう、うん、パーフェクトコピーのために。確かにね。目口はいい。麺茹でながら目で光ピッ。ゾーン入って。ゾーン入って。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。